こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回は、この帝王ミキサーガチャ、できるだけ回したいなと思います。いやー、新イベント始まりましたね。激突帝王実業高校ミキサーガチャと。で、これが何なのかというと、新イベントが来てまして、サクセスやスタジアムに敵チームとして帝王実業高校が出現します。勝つと、ミキサーの玉をもらえますというやつですね。それが1月12から21日まで来てますと。で、合わせて期間限定チャレンジも来ていて、まあ、サクセスで勝つと赤と緑。スタジアムで勝つと青と黄色の帝王像というのがもらえます。これを3色混ぜてミキサーすると、3色で5枚か。してミキサーを回すといろいろなアイテムがもらえるという話です。でもらえるアイテムが下からですね、通常のミキサーガチャから、R のクオン、金帝王ゲドウくん、ガチャ券、招き、調子ドリンク、バット、ナイピボール、 SR イベキャラか PR イベキャラと。でこれを回し続けてクオンが上限解放プラス5になるとスーパーミキサーガチャというのが回せるようになりますと。こっちには SR のクオン、帝王像、ゲドウ、SR ガチャ券、10% ガチャ券、ガチャ券、天才、招き、ドリンク、ロックオンバット、ナイピボール、SR、PR のイベキャラという形になってます。で、今合わせてきている、この帝王像ガチャを回すと、おまけで、ミキサーの玉がもらえます。で、クオン結構強そうな印象なので見ていると。まだその使ったこともないですし、他の方が使っている話も聞いてないのでわからないんですが、結構強そうだなと。なので、まあ、プラス5にするんであればこっちも回す必要あるかなというところですね。で、僕は今回サクセスとスタジアムでまったりやろうかなと思ってます。もしなんかクオンが連発で出て、SR も上限解放めちゃくちゃ進むじゃん。ということであれば、ちょっと考えるという話ですね。早速行きましょうか。で、動画自体は、この、帝王像が溜まり次第、ミキサーして、で、動画をつなげて1本、もしくは2本の動画にしようかなと思ってます。で、初回はクオンくんが必ず確定なので、もうただ単純に見ていてクオンくんを楽しみましょうというところですね。1回目なので。もう5回確定でいいんだけどな。で、ピンチ打たれ軽い球の赤得とミスターゼロと、無失点のまま回を進めると能力が上がると。かっこいいな。エースにつけたいですね、ぜひ。あ、そうだ、野手能力。まあ、ほぼほぼだな、野手能力。変化球中心と。で、テーブルが新テーブルのようです。初強化がそこそこ高くて、得意練習率アップが 10% つくのか。SR のテーブルも、まあ、いろんな方からいただいて、レベル40で固有ボーナスの試合経験点がつくみたいですね。それが本当に強いんじゃないかなという話が上がってます。で、こっからが本番ですね。僕なんか青ばっかりサクセスじゃねえや、スタジアムでもらったので、青を中心で行く感じですね。頼むぜ。クオンクオン。クオン来い。ダメだ。バット。そう、ドロイドの時もダメだったけど、ちょっとこれは勝たしてくるや。サクサクいきましょう。ほい。よし、これいいぞ。あ、いいですね。早速クオン来ましたね。これ流れでいこう、流れで。銀銀銀銀こん、うわー、もう銀ゲドウかよ。いらんいらん。
頼む、クンクン。クン来い。クン来い。銀。なんだよ思わせぶりだな。絶対来たと思ったけどな、今。頼む。もう一枚くらい来てほしい。お願い。銀。うわあ、ピンクじゃダメだな。で、今回ラストかな？ラストですね。黄色使うか。黄色。まあいいか、これで。これでいいか。頼みます。クン。クン。うわあ、ピンクか。ということで、僕は、何連したのかな ?5 回くらいミキサーして、5回か6回ミキサーして、クオンが2位でした。確定込みで。いいのか悪いのかわかんねえな。なんとかクオン早く R プラ5にしたいなというところですね。はい。一旦動画はここで切りたいと思います。はい、ということで、帝王像をまた集めてきました。ミキサーガチャやっていきましょう。で、サクセスでもらえる赤と緑かな。結構貴重なので、青と黄色をできるだけ消費しながら、できる回数回そうかなと思います。で、黄色多いな。これでいくか。これでいきましょうか、まずは。クオンクオン。マジでクオンこいって。銀。よし。はあ、帝王像ね。嬉しいような嬉しくないような。強化素材として使うと、なんとゲド君像、過去金よりも効果が大きいらしいぞと。なるほど。まあ一つはね。クオンくん来い。緑使っていくか。OK, いいよ。それはいいよ、それはいいよ。黄色なくなってきたかな？オッケー、連発。いいよ。それはいい、それはいい。それはいいな。行きましょう。いい流れに乗っていきましょう。あ、これはしゃあないですね。おお、招き猫、嬉しい。全然いい。黄色なくなりそうだな。これでいくか。わーい。極み。ちょっと流れが止まりましたね。これでいいかな。今回ラストですね。また、スタジアム回した時に、青と黄色集まってきたらやろうかなと思います。お願い。もう一枚入れて。うわあ、銀ゲドか。銀ゲド。銀ゲド結構ショックですね。はい。また、帝王像が集まり次第やりたいと思います。はい、ということで続きやっていきましょう。で、今、クオンくんが、初回の確定含めて4枚出ているので、あと2枚 R のクオンくんが出れば、このスーパーミキサーガチャに移ると。行きましょうか。で、なんか青がめちゃくちゃ集まるんだよな。
青中心だな。行きましょう。頼むで。よし。のあ銀か、銀でどうか。思わせぶりですね、銀では。お願い。銀、銀。よし。よし、あと1枚。もう流れで来てしまえ。流れで。よし、ということで、なんとか、クオンくん、集まりました。クオン、クオン。何回やったかな ?15 回ぐらいかな。はい、1、2、3、4、5ということで、コンくんの上限解放が終わりましたと。これで、帝王スーパーミキサーガチャが解放されましたと。で、ガチャの初回は SR コンくんが確定ということで、なんとか期間中に1枚はゲットできましたね。いやー、よかったよかった。もう全然出ないんじゃないかとビクビクはしてたんですが、なんとかコンくん集まりましたと。で、普通のミキサーガチャが終わったので、一度ここで動画を切らせていただいて、また次回スーパーミキサー会ですね。ある程度動画をつなげてやっていこうかなと思います。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また Twitter のアカウント名と直リンクをコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。皆さんのガチャ結果、まあ何回ぐらいで全開放できましたよというご情報もコメント欄に書いていただけたらすごく嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。